こんにちは、こんばんは。皆さん、私今どこにいると思いますか？フォトグラメトリーはもちろんなんですけれども、この VR チャットの中には日本もね、各地いろいろありますけれども、世界があるって言っても過言ではないということなので、いろいろ探して、今日はニューヨークに来ました。もちろん私、今までの人生でアメリカは行ったことがありません。コロナがなかったら今頃はもう活動の拠点はロサンゼルスになってたかもしれないって感じなんですけれども、ちょっといろいろなことがありまして、日本に留まっていて、この VR 空間、メタバースの世界を中心に個展を開いていこうっていうふうに思ってるので、やっぱりいろいろ見ておきたいと思ってニューヨークにやってまいりました。ジョインしたのは、天井がびっくりするぐらい高いんちゃいますのんっていうようなクマさんカフェです。見てください。トレードマークっていうか、カフェのあるのかな、このカフェがニューヨークの実際。ワールド名はネオニューヨークというワールドなんですけれども、とにかくやっぱりニューヨークって3階建て分ぐらいで1個のカフェみたいな。この星の電球どっから吊るしてるんみたいな。ほら、今見ました？ヘリが飛んだりとか、街を忠実にニューヨークをそのまま再現されているという噂の、大変 VR チャットの中ではちょっと噛んでますけど興奮して、このクマさんが、なんか大きなクマさんが、何何何何何何何、ホログラムのクマさんが覗いてる。何何何何、このクマさんに近づいたら全然口回ってないけど、ホログラムのクマさんが、わあ、かわいい。このクマさんかわいい。すごい大スクリーンがあったりとか、これはなんだ、スムージー。わあ、トレードマークはクマさんで、本もあったりとか。そしてね、このワールド最大は、このちょうど今雨のニューヨーク、雨のニューヨークでございますよ。見て、ニューヨークの街を見下ろせるんです。私行ったことがないんですけれども、行ったことがなかったらここにおいでって言われたんですよ、ニューヨーク在住の方に。はい、ニューヨーク在住のフレンドさんに、ここにおいでって、ニューヨークそのままを体験できるよって。人の雑踏とか、なんかその人の多さとか、車の多さとか、めちゃくちゃね、細部に至るまでいいよとね。窓から見るだけなんだと思うじゃないですか、一瞬ね。人とかもいっぱいいるし。でもですね、皆さん、実はこのワールドは、カフェを見せたいワールドでは、もちろんね、このカフェがメインだとは思いますけれども、下に降りることできるの。ニューヨークの街に行くことができるの。すごくないですか？そこが見るだけかなって私最初思ったんですよ。それがニューヨークの街に降りることができるんですよ。すごくない？行ってみたいと思います。カフェも素敵なんですけれども、名残惜しいんですけれども、皆さんをニューヨークの街へ連れて行きたいので、降りたいと思いまーす。はい、ニューヨークの街に降り立ちました。すごい、すごい、すごすぎるんですけど、もういろんなところでドローン飛ばしたい感じ、上から皆さんに見ていただきたい。これがニューヨーカーが来るとニューヨークの雰囲気そのまま味わえるよーと太鼓判を押してくれたニューヨークの街角です。車も走っております。すごいです。雨降ってます。もうね、本当にすごいです。この地下鉄の入り口もめちゃくちゃリアルなんですよ。ニューヨークってこうなんだって、本当に肌で感じることができるくらいめっちゃリアルなんです。皆さんはね、こう映像を見てるって感じなんですけど、私実際ここに立ってると、えっていうくらい細部まで全部ボルト1個、手すり1個、細部の細部までめちゃくちゃ丁寧に作られてるんですね。それがすごいなと思って、ほら見てください。地下鉄を降りると、地下に行くんじゃなくて、ニューヨークの別の場所に飛ばされるの。だからニューヨークのいろんな場所にいろいろつながってるの見て。ニューヨークの街角にこんな猫ちゃんもいるの。ニューヨークの街角に野良猫ちゃん。ニューヨークの野良猫ちゃんのトントントン。ニューヨークの野良猫ちゃん、黒猫ちゃん、ちょっとこっち向いて。猫ちゃんはアニメ調ですけど、この地面とかもすごくない？このゴミ箱とかもすごく、さっきのクマちゃんがいる。ニューヨークもこうやって分別あるんだって。あんなところにタクシーやりますよ。川のお水もすごい。走ってる車もめっちゃリアル。遠くのビルもめっちゃリアル。すごいです。すごくないですか皆さんこれ。あら、ここマリリン・モンローのスカートめくれるとこだ。ちょっとやりたいと思います。Happy birthday to you。 スカートめくれない。スカートめくれない。Happy birthday to you。 Happy birthday dear Playstand。 Happy birthday to you。 あ、もういいですか？いらないですか？こんな感じは。ニューヨークを本当にそのまま再現してるんです。そのままニューヨークです。アメリカの方がここに来たらニューヨークに来た感じそのまま味わえるよという噂はあながち嘘ではありません。ご覧ください。横断歩道を渡ってみます。いつ渡ったらいい？人混みまでそのまま再現されてる。ちょっと車にひかれるのは怖いけれども信号変わらないので、あ、渡れないわ。ひかれない、渡れないようになってる。うわー、じゃあここまでなんだ。でもここまででも十二分にニューヨーク味わえるよ。すごーい。先はどこまで行けるんだろう。自分のいるとこに人がいないのはそういうこと。あっちに人がいっぱいいるのよ。ニューヨークって人がいっぱいってことですね。ニューヨークって人がいっぱいいるってことですね。ここまでなんだ。わー、さっきの猫と同じで人とか生き物は全部アニメ調ですね。うわー、人混みなんかも見て。これでちょっとニューヨークの人みんな背高い。私低い。あっちの方に渡れないので、じゃああっちの方には、向こうの方にはドローンを飛ばしたいと思います。なんかなんでだろう。この空気感まで味わえるのはなんでだろう。日本にはないこの感じ。パリにもなかったこの感じ。イタリアでも体験しなかったこの感じ。きっとニューヨークはこんな空気感なんだろうなっていうことまで味わえます。なんか自分が本当にニューヨークに来たみたいな錯覚に陥ってしまう。すごーい。ということで今回はネオニューヨークというワールドを皆さんにご紹介しました。シェアしました。 Google とか YouTube とかを見ていただいて答え合わせをするのはいかがでしょうか。もうね、本当に色合いとか空気感とか雰囲気とか車の感じとか照明の感じとかまさに本当にニューヨークの感じだと思います。ネオニューヨーク、ぜひぜひお越しください。素晴らしいワールドです。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。